今回はこちら。洗濯契約書の洗濯期限迫るー。ってことで洗濯していくわけですが、洗濯契約書で洗濯した直後に通常の契約書からその選手を引いてしまう。そんな悪夢は避けたいので、まず今持ってる契約書を全部引いちゃいましょう。ドブ色から始まる一挙開封スタート。今回引く契約書をまとめるとこんな感じ。これ全部引いた後に選択契約書引きます。最終的に誰を獲得するのか、ぜひ当ててみてくださいね。ほらそこ興味ないとか言わない。さあまずはドブ色26連。どんなドラマが待ってドラマー、マジか牧選手、いきなり大当たり、やるぜドブ色。2枚目、うおー、紅林選手、日本の将来を担う二遊間です。牧選手なんか選択契約書で獲得する人も多いかもな。はいドブ色お疲れー。ここから確率契約書ゾーン、S ランクの確率飛躍的アップ。悲しみー、S ランクは、関根選手からの西村投手でフィニッシュ。はい選択したのはこの選手。当たった、